さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アクアリストタカです。今日は、前回の動画アロワナ化石源流8で、アロワナにカーニバルを食べさせる方法ということでお伝えしたのですが、まあ、ワームを半分に切って、その中にビッグカーニバルを入れるというのを実際に今日はやりながら話していこうと思います。まあ、ワームとか虫が苦手な方は、まあ、ワームが出てくるので、見ない方がいいかもですね。まあ結構グロいですが、自分はこの方法が一番ビッグカーニバルを食べてくれると思います。まあ自分もね、あのね、虫はね結構苦手なんですけど、まあアロワナのためなので、まあなんとかやってます。まあね、なんかね、子供の頃はね、結構クワガタとか取ったりして好きだったんですけど、なんか大人になったらなんかあんまり好きじゃなくなっちゃいました。ではですね、ちょっと準備するものをちょっとまあ見てみます。ではまず、準備するものはまずビッグカーニバルですね。これこちらですね、ビッグカーニバル、はい、ビッグカーニバルとラップ、これはダイソー商品です。ラップ100円です。手袋、これはポリエチレン手袋 S、 自分指ちょっと短いので S で十分なんですよ。なんでこれを、買ってきました。これはホームセンターのカインズホームで、いくらだったかな、200円、250円かな、そんぐらいですね。そんぐらいで100枚ですねと買ってきました。あとはこのジャイアントミルワーム、大きいミルワームですね。とあとはハサミ、ハサミ、ハサミと割り箸、割り箸はまあこれはあれですよね、なんか弁当についてきたような割り箸です。あとはこの容器、これはあれですね、ワーム購入した時に入ってた容器ですね。まあこれは別にあった、これもまあ別になんか適当に用意してもらって、こんな感じですね、準備するものは。まあワームはね、あの小さいサイズのワームもいるんで、まあもし小さいワームがいる場合は、まあ頭だけ切って、まあ普通のビッグカーニバルじゃないやつをまあ入れてもいいかもですね。まああれですね、くれぐれもワームなんですけど、ワーム、虫が苦手の方とかは、まあ見ない方がいいですね。虫、まあワーム結構ふにゃふにゃして結構キモいんで、まあ見ない、まあ虫が苦手な方は、まあちょっと見ない方がいいかもしれないです。まずあれ準備していきますね。ではね、まずここにラップを引きます。適当にでも大体いいでしょ、こんな感じです、はい。そしたら次にカーニバルですね、ビッグカーニバル、これを、まああれですね、うちのアロワナの社員なんですけど、もう食べる分、うちはね大体ね17粒ぐらい食べます。17粒だと中段18にしとくか、18粒
多分17ぐらいしか食べないと思うんですけど、一応ピッカーニバルを用意したら、次にワームですね。このワーム、ワームを、だいたい10匹で半分に切るんで、まあ9匹ぐらいですか、9匹くらい選別して、まあだいたいあれですね、ちょっと大きめのやつを選んで、9匹取って、あとね、ここにあの、まあこれは3、4匹あの、まあこれは小さくてもいいんで、別にこれはね、あの切らないですね、こっちのさらに入れたのは。で入れといて、あとこれ割り箸の方が自分は選別しやすいんで、割り箸で別に手で触りたくないとそういうんじゃないんですけど、一応これでこんな感じですね。でこれはね、あのね、結局ね、切ってやるんですけど、揚げるんですけど、途中でね、このアロワナがね、こう食べなくなるですよね、やっぱりね、バレちゃうっていう。だましにこの切ってないやつを入れる感じです。そうするとまた買ってくれるようになるんで、はい。ではね、実際に手袋してやります。このワームを取って、まあと半分にチキッと切る感じです。で半分に切ったら、まあ、半分に切ったのは実際には、まあ、動画には載せないですけど、半分に切ったら、まあ、2つに分かれるんで、2つに分かれたのを、まあ、両方にカーニバルを入れて入れるって感じですか。こんな感じです。なんで、まあ、まあワーム1匹に対してカーニバルが2つになるって感じですかね。まあ入れるときは、まあちょっと入れたいときは、まあちょっとグリグリとねじ込んで入れる感じですかね。まあこの時ね、あのね、結構ね、カーニバルがワームから出てても、結構うちのアロワナ社員は食べてくれますね。これがまあ不思議ですよね。なんかね、カーニバル、これ一粒、これだけでは、このカーニバルだけでは食べないんですけど、ちょっとでもワームから出てるだけだったら、なんかもう、普通に食べてくれますね。不思議なんですけど、まあ、これでうまくいってるんで、まあいいかなと。じゃあ実際にじゃあ揚げてみますね。であとね、これね、ワームをどうしてもね、こうハサミで切ると、まあ手は結構汚れるんで、手袋してます。まあ汚れてもいいっていう方は、まあ、もしやる場合はですけど、まあ手袋しなくてもいいのかもしれないですけど、自分はもう絶対嫌なんで手袋してやってます。あとはあれですね、ハサミとか、まあなんだろう、最後に絶対汚れるんで、このおしぼりで拭いてます。はい、おしぼりはこれは、まあこれもホームセンターとかで売ってますよね。こんな感じの使ってます。はい、では、ワーム今切って
まあ、カーニバル詰めてきたんで、これを今から、揚げてみます。まあ、普通に違和感なく食べますね。ただね、結構ね、やっぱり汚れるんですけど、でも、まあ、違和感なく食べてくれるんでいいかな。多少吐きますけど、まあ大丈夫ですね。まあ、散らばったのはこのパロットとかが食べてくれるんでいいですかね。ちょっと出してきたら、やっぱあれですね、これ今普通のワームあげます。今普通のワームあげたんですけど、普通のワームです。これもあ、カルトに持ってくれた。で、普通のワームをあげた後にまたあげれば喋ってくれるようになりますね。まあ水槽は結構めっちゃ汚れましたが、まあこんな感じですね。結構食べますけど、まあこんなもんですかね。これは週に2回やってビッグカーニバルは17粒食べてるので、まあ小赤にすると、まあ週に34匹食べたことになりますね。まあ週2回で今17粒なんで、そうですね。まあ、ビッグカーニバルの表裏面にも、まあ、書いてあるんですが、まあ、これですよね。このビッグカーニバルイコール、小赤1匹分、これですね。まあ、この通りであればビッグカーニバル1つ分が小赤1匹分なのかなって感じですね。はい、ではアロバナにカーニバルを食べさせる方法でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。